大き森方大き森方から九百十二年十月七日は、幕末の鳥取藩士、絵師、明治の内務官僚、政治家、元老院議官、貴族院議員、近景官志向、男爵。幼名は、鶴、定一郎、丹三、豪和九校。鳥取藩士、江戸詰め絵師、沖、一丸の長男として、江戸で生まれる。父から画を学ぶ一方、漢文を、 萩原緑や、萩原没後は、大橋突案に学ぶ。文久元年沖や八代美を継ぐ。同年十一月には、妹の知恵が、藩主池田慶徳の夫人、広子のお付け子将として召し出されている。文久三年奥に勝手を命じられ四月に、鳥取に移ったが、六月には、藩主の友として上行そのまま大流を命じられ、終戦法として政務に奔走することになる。 明治2年、長子として新政府に出資。鳥取半県第3次、大蔵省七島出資などを歴任。明治4年11月、岩倉施設団に随行し、欧米に使わされ、自費で留学のため、イギリスに泊まった。1878年1月に帰国し、同年8月、内務省に入り内務省職期間となる。1879年12月、 群馬県大書記官に展示、さらに外務省に移り、小書記官、会計局長を務めた。1881年11月、神奈川県令に就任し、神奈川県知事、長崎県知事を歴任。1890年1月、元老院議官となり、同年9月29日、帝国議会開設に伴い貴族院直選議員に、任じられ、死去するまで在任。 1891年4月、滋賀県知事に就任したが、翌月5月に発生した大津事件により辞任。以後、和歌山県、大阪府、愛知県の各知事を務めた。1900年5月、男爵を除爵。1903年9月28日、近急官司校に任じられた。大きい休校に関するカテゴリー。ありがとうございます。